どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら iOS14.7.1 のアップデートがリリースされたので、こちらのアップデート内容を解説していきたいと思います。で、ソフトウェアアップデートの方法に関しては、設定を押してこの中の一般でソフトウェアアップデート、ここからダウンロードしてインストールをして、パスコードを入力してインストールしていきましょう。で、これダウンロードしてる間にアップデート内容を解説していきます。で、今回なんですけども、アップデート内容少なすぎて、このね、詳しい情報をしても何も書いてないです。本当にここだけっていう感じ。 iOS14.7.1 ではタッチ ID を搭載した iPhone モデルで、 iPhone でロック解除機能を使用してペアリング済みの Apple Watch のロックを解除できない問題が修正されますと。で、そして、アップデートには重要なセキュリティアップデートが含まれているので、全てのユーザーに推奨されますと。なので全員入れてくださいっていう感じで書いてあります。まあ、この辺のね、アップデートに関しては最新版入れておくのがいいかと思います。で、今回のアップデートのメインの iPhone でロック解除機能を使用して Apple Watch のロックを解除できない問題っていうのはどういうことかというと、実際にやっていきます。まずは Apple Watch、 これロック解除されてない状態です。ここからパスワード打ってもいいんですけども、最近はね、パスワード打たなくても OK です。腕にはめます。はい、腕につけました。で、このままじゃね、Apple Watch って使えなくて、パスワードを入力してこの Apple Watch 自体のロックを解除する必要があります。ただですね、最近の iPhone だとこれを電源つけて、顔認証します。まあ、認証を解除します。そうすると、はい、ロックボタンが今消えて普通に使えるようになりました。この機能がね、タッチ ID 機種だと、まあ、バグで使えてなかったっていう感じになります。これね、結構便利な機能なので、タッチ ID 機種で Apple Watch 使ってる方っていうのは、今回のね、アップデートっていうのは必ずやるようにしましょう。はい、インストール完了しました。まあ大体ね、5分から10分でできると思います。で、ちょっとね、勝手にアップデート始まっちゃったんですけども、ここの画面でダウンロードしたら今すぐインストールっていうところがあるので、そこを押すとね、すぐにインストール作業っていうのを始めることができます。まあ、ここ押さなくてもね、夜の間とかに自動的に始まりますので、ダウンロードだけ必ずしといてください。設定、一般、ソフトウェアアップデートで、ここでダウンロードしてインストールを押せば OK です。ということはね、 iOS で出たら毎回ね、こんな感じで動画化してたり、あとは iPhone の便利技だったり、ガジェット製品のレビューやってますので、ぜひね、チャンネル登録お願いします。以上、バイ。